世界の都市あるいは日本の都市の域内総生産の値について2015年1月にブルッキングス研究所2009年11月にプライスウーダーハウスクーパース2015年10月に東京大学空間情報科学研究センターより公表された値を大きい順に並べたものである世界の都市の域内総生産の値について2015年1月 アメリカのシンクタンクであるブルッキングス研究所より公表された統計である。01東京2009年11月、プライスウーターハウス・クーパースは世界の都市の域内総生産の値を公表した。以下のリストはあくまでこの調査においてプライスウーターハウス・クーパースが調査対象に選んだ都市のみのランキングであるので、すべての上位主要都市を扱っているわけではない。 いわゆる世界ランキングにはなっていない点に注意。また、購買力陛下によって計算されているため、名目の数字とは大きく異なっている。例えば2008年の名目の総生産では、東京都市圏は160.5兆円、ニューヨーク都市圏は1兆2815億ドルで、ある。行政区画単位では、東京都は89.7兆円、ニューヨーク市は6108億ドルである。 東京、ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、ロンドン、パリ、大阪、アジア、東京、ヨーロッパ、ロンドン、北、アメリカ、ニューヨーク、南アメリカ、サンパウロ、アフリカ、カイロ、オセアニア、シドニー、日本の都市の域内総生産について、2015年10月に、東京大学空間情報科学研究センターから、発表された統計である。データは、県民経済計算や、都市雇用権などに基づき、東京には、埼玉市、 千葉市、横浜市、川崎市などが含まれ、大阪には堺市などが含まれる。ありがとうございます。